ノマドのレッドスポーツバンドが良すぎる。アップルウォッチウルトラとの相性が純正のスポーツバンド以上に良く、アップルウォッチウルトラ使いの中では定番になっている感のあるノマドのスポーツバンド。2024年の一発目の限定カラーナイトウォッチレッドも明らかにかっこよく一目惚れしてしまったので早速買ってみました。というわけで届いたバンド、ナイトウォッチレッド。ナイトということで箱も黒ベース。先日紹介したブラックユニティバンドも同様でしたが、黒い箱、限定感があってかっこいいですよね。ノマドのスポーツバンド、昨年出たいくつかの限定カラーは Apple Watch Ultra 向けに完全に特化していて、サイズも 44mm、45mm、49mm 用という大きいサイズの1種類だけでしたが、今回のナイトウォッチレッドは完全にウルトラ向けっていうわけではなく、40mm、41mm 用のサイズも展開しています。とはいえ僕はやっぱりウルトラと合わせて使いたいので大きい方 44mm、45mm、49mm 用を購入。ちなみに裏面にも書いてある通り、歴代のアップルウォッチ全モデルと互換性のあるバンドです。ノマドのバンドのパッケージはこの紐、ここを強く引くと引き出されるっていう構造。バンド本体はゴム紐でトレイに留められていて、トレイを上げてトレイの下には簡単な解説が入っています。装着方法の詳細な説明や、このパッケージでも使われている文字盤のダウンロードページなどがある公式サイトへの QR コードが掲載されています。トレイなども含めてパッケージは全て紙製。このパッケージもノマドの特徴ですね。で、バンド自体はこんな感じです。なかなか深みのある赤、非常に発色が良くて綺麗です。アップルウォッチのバンドで赤といえばアップル純正のプロダクトレッドの印象が強いですが、そこと並べても遜色なくアップルウォッチにぴったりハマるカラー。特にウルトラ向けのプロダクトレッドバンドはまだ出ていないので、これはもうウルトラ向けレッドの大本命と言えそうです。いや、この相性良すぎる。組み合わせる文字盤としては個人的にはもうこれをやりたくて買ったみたいなところがあるんですが、ウォッチ OS 10.3 で新たに追加された文字盤ユニティブルーム、この文字盤のカラー設定をレッドにして使います。実は X で海外のアップルウォッチユーザーの方がシルバーステンレスにユニティブルーム文字盤のレッドカラー、そしてプロダクトレッドのスポーツバンドを組み合わせた投稿をされているのを見つけて、これはやばいなと思って早速真似していたんですが、僕はメインで使っているアップルウォッチがアップルウォッチウルトラ2なので、ウルトラでこの組み合わせをやりたかったんです。でもウルトラと純正のスポーツバンドって相性がぴったりではないというか、 45mm 用のスポーツバンドをつけていてもちょっと薄くて細い感じがするんですよね。ウルトラ本体のデカさが悪目立ちする感じがあるんです。なのでこれ一昨年のカラーですかね、ナイキスポーツのレッドを合わせてみたり、いろいろ試行錯誤してウルトラのベストを探っていたんですが、ちょうどその時にノマドの新色情報をキャッチしてしまいまして、あ、これやんと気づいた時には購入完了してしまっていました。で、届いてみて大満足。いや、これですよ。この組み合わせ、良すぎる。やっぱりウルトラのでかくてごついボディにはノマドのゴツゴツしたスポーツバンドが似合いすぎる。そこにこの赤い花、アップルウォッチ史上最大サイズの画面で大輪の花が咲くのが気持ちいいし、この手書き感のある花の輪郭線、ここがラフさがあるというか荒々しさもあってウルトラとの相性がいい。トータルのバランスが本当に相性良すぎます。これはかっこいい。ただおそらくですが、ナイトウォッチレッドという名前の通り、ノマドが本来イメージしていた組み合わせはこっち。アップルウォッチウルトラ限定の文字盤ウェイファインダーとモジュラーウルトラに搭載されているナイトモード、夜間モードをオンにした時を想定した、そういうカラーなんじゃないかと思います。ナイトウォッチっていう名前だからおそらくこうですよね。で、この組み合わせも確かにかっこいい。夜間モードは暗闇でも目に眩しすぎないように濃いめの赤一色で文字盤が構成されるので、確かに赤いバンドとの組み合わせは自然。この夜間モード、レトロフューチャーな雰囲気が好きで、僕はよく Apple のリンクブレスレットで合わせてこういう状態で使うことがあったんですが、確かに今回のスポーツバンドと合わせるのもすごくいい。個人的にはユニティブルームで使うことの方が多いかなという気はしますが、この組み合わせもアップルウォッチの雰囲気をガラッと変えるという意味では使っていきたいパターンになりそうですね。続いてバンドの仕様、スペックを少し詳しく見ていきましょう。従来のバンドと変更点はないので、このチャンネルをよく見てくださっている方ならもう知っているっていう話になると思いますが、このバンド素材は FMK ラバーフッ素ゴムです。アップル純正のスポーツバンドと同じエラストマー素材になっています。バンドの構造も純正スポーツバンドによく似ていますが、
ノマドの方がかなり武骨な印象。ピンはアルミニウム素材でかなり太めで四角い形で、このピンをバンドに留めてバンドの余った部分をループに通して装着するという感じですね。この構造はアップルのスポーツバンドとほとんど同じです。ただピンも太いし、バンド表面のボコボコとした質感が特徴的で、つるっとしたアップル純正とはだいぶ違った見た目印象になります。この武骨さがアップローチウルトラとの相性がいいんですよね。ベルトが重なる部分にはノマドのロゴが入っているのも特徴ですね。ノマドのロゴはピンの裏側にも刻印されています。ノマドのバンド、アップルウォッチとの接続部分が少しタイトめに作られているのも特徴で、特に新品の状態だとジョイント部分の黒い出っ張り、これが少し引っかかってしまうことがあります。以前のバンドに比べると少し改善されている感じはありましたが、ここが結構硬いんですよね。なので装着する際にはこの黒いポッチの真ん中を少し押し込むような形でスライドさせる必要があります。何度か着脱をしていると割とスムーズに装着できるようになるんですが、ここが純正に比べてちょっと気になる特徴にはなると思います。またアップルのスポーツバンドは SM サイズと ML サイズの2サイズ展開で選択式になっていますが、ノマドのバンドは1サイズ。デザイン的にこの穴がバンド全体に施されているので、手首が細い人から太い人までこの1サイズでサポートしています。交渉のサイズとしては手首の太さ 150mm から 200mm となっていますが、手首のサイズ 17.5cm、175mm の僕の場合、この辺りで留めている感じです。上にも下にも、ここからかなり幅がありますよね。交渉の値よりももう少し幅広く、腕が細い人、太い人、使えるようなデザインになっていると思います。販売価格は60ドル。ノマドの公式サイト、海外からの購入だったので、送料もまあ結構かかってしまって、送料込みで 74.21 ドル。100ドル以下なので関税はかかっていないです。 PayPal で決済したんですが、購入時の為替レートで日本円では11,466円でした。スポーツバンドとしてはちょっと高いですね。この辺は本当に円安が辛すぎます。ちなみに注文したのは1月23日のお昼過ぎ頃、到着が1月26日の午前中だったので3日ほどで到着しています。香港からの発送だったようですが、想像以上に早く届きました。このナイトウォッチレッドですが、アップルウォッチのバンドと iPhone ケース、15シリーズ向けのケースの2種類で展開しています。バンドはウルトラでも使える 44mm、45mm、49mm 用と、小さいサイズ 40mm、41mm 用の2サイズ。iPhone ケースの方は 15 Pro、15 Pro Max 用の2サイズが展開しています。公式サイトではプロダクトレッドコーデが写真たっぷりで紹介されているので、15 Pro、15 Pro Max 使いの方はぜひサイトの方も参考にしてみてください。この組み合わせで使うのも良さそうですね。それにしても白のセットアップコーデにナイトウォッチレッド、めちゃめちゃ合いますね。これはかっこいい。はい、というわけでノマドの新色スポーツバンドナイトウォッチレッドがかっこいいという話なんですが、それ以上にこの動画でお伝えしたいのはレッドブルームコーデのかっこよさ。このユニティブルーム文字盤のレッドカラーの映えの力をお伝えしたいんです。これまでブラックユニティの限定文字盤は限定バンドと組み合わせるのに特化したデザイン、ブラックカラーなどのカラーの変更はできましたが、それも含めてユニティバンドと組み合わせる前提で作られていたように思います。ただ今年のユニティブルームはレッド、グリーンの単色カラーがあって、このカラー設定によってコーデの幅がかなり広がっています。ユニティのバンドじゃなくても使いやすい文字盤になったんです。その一つの答えがレッドバンドとユニティブルームレッドの組み合わせ。通常のアップルウォッチであればスポーツバンドをはじめとしたプロダクトレッドのバンドと組み合わせると、ほんとめちゃめちゃバチッとはまります。もちろんグリーンのバンドにグリーンのコーデ、これもいいんですけどね。これはこれでボタニカルな組み合わせという感じでいいんです。ただやっぱりこのレッドの存在感、これがいい。ノマド公式のサンプルイメージじゃないですけど、服は白とか黒でシンプルにまとめて手元をがっつりレッドで攻める、こういう使い方がかなり決まるんです。そしてもちろん Apple Watch Ultra でこのコーデをやるなら、バンドはノマドスポーツのナイトウォッチレッド、これで間違いない。手元のちょっと派手めなアクセントが欲しいという人に最適解すぎる組み合わせだと思います。というわけでウルトラ使いの方はノマドのナイトウォッチレッド、その他の Apple Watch をお使いならもちろんノマドのバンド、ウルトラじゃなくても合いますし、 Apple のプロダクトレッドのスポーツバンドもいい。そこにユニティブルーム文字盤、ぜひこの組み合わせ楽しんでほしいと思います。文字盤について詳細を知りたい方はこちらの動画もぜひ、 WatchOS 10.3 へのアップデートがまだだよという方もぜひこの動画を確認してアップデートを進めて
ユニティブルームを堪能しましょう。ブラックユニティバンドもいいけど、レッドなバンドも最高です。という感じで、このチャンネルではアップルウォッチに関する様々な情報を分かりやすく説明しています。今回の動画を見て役に立った方、ノマドのナイトウォッチレッドバンドを買った方、レッドブルームコーデいいやんと思った方は高評価ボタンポチッとお願いします。また今後もアップルウォッチの情報をしっかりチェックしたいという方は、チャンネル登録とベルボタンのクリックお願いします。というわけで、以上アップルウォッチジャーナルでした。バイバーイ。